甲状腺眼症は、甲状腺関連の抗体が眼球周囲の組織に付着し、炎症を起こすことを指す。バセドウ病や橋本病などの甲状腺疾患におけるものが広く知られているが、甲状腺機能が正常であっても発生することがある。頻度は、バセドウ病で高く25から50%、橋本病ではこれより低い2%。 基女は現在でも正確には解明されていないが、自己免疫的基女により、眼球後部の死亡や、外眼筋の飛行が生じ、それに押し出される形で眼球が突出するのではないかと推定されている。この疾患では、眼科やその周囲組織の自己免疫性炎症で、上眼圏交体、眼圏地帯、主張、発赤、結膜炎、眼球突出などの症状が見られる。 不腫は血管の圧迫で液体の排出が滞るために起こると考えられている。3から5%の患者は激痛を訴えたり、角膜海洋や視神経圧迫で視力障害の危機に至るなど重症化する。喫煙は多くの自己免疫疾患に影響を与えるが、甲状腺癌症の発生率を7.7倍にするとされている。軽症例は回復することが多く、 不快感や乾燥感を軽減するため人工類液の使用や禁煙が進められる。重症例では視力障害を防ぐためステロイド剤が使われ時にシクロスポリンなど免疫抑制薬も導入される。インフリキシマブ、エタネルセップとアナキンラなど抗炎症的に働く生物学的製剤を用いた臨床試験が行われたが 現状ランダム化比較試験で有効と判定された治療法は存在しない。臨床兆候は主に以下の5つに代表される。眼検体縮難部組織、新純眼球突出神経障害高速性外、眼筋障害向上線眼症自体が少ない疾患のため不明な点が多いが他の自己免疫疾患と同様、自然感解と増悪を特徴とする。 眼球突出が高度となると、閉眼困難となり、ウサギ眼を来たす。眼圏交代、眼圏主張、眼球突出、福祉、ウサギ眼などが見られる。ステロイド内服、放射線照射、外科的手術などが行われる。シクロホスファミドが有効であったとする報告がある。ありがとうございます。